Are you fired? ナイトデリバリーのデータがなくなってました。ということで今回もナイトデリバリーというホラーゲームの続きをやっていきたいと思います。前回の動画の2本はね、あの概要欄に貼っておくんで、めちゃくちゃ面白いのでぜひ見てみてください。ということでナイトデリバリーの続きをやっていきたいと思います。前回の続きはね、あの赤ちゃんが出てきて、赤ちゃんを探しに行ったら積みましたっていうオチだったんだけど、今回データがぶっ飛んだということで赤ちゃんのところからスタートしていきます。でここでベイビーちゃんが出てきます。さ、出ておいでベイビーちゃん。出てきたわ、可愛い子ちゃんがいるわ。あのポーズめちゃめちゃ強そうね。息子が行っちゃったわ。え、どっち、息子が行っちゃったってどっち、下ネタじゃないよね。あなたが急に来たからよ。ピンポンしたやんけ、バーバーこれ。あなたのせいだわ。息子を連れてきて早く。お、ちょっとこのパパぶち殺してみたドッキリから始めていこうか。お前の顎パコーン行っちゃるぞ、これ。どこ向いてるんですか、あなたたちは一体。なんで目と目を合わせてくれないんですか。待ち方がない。なんて名前だったから、末吉くん探しに行こう。で、末吉くん確かね、4階にいるんだよね。4階の怪しい部屋にいるんで、で、なんかね、そこに行ったら、あ、そうか、こう、開けれないんだった。で、その4階に行ったら、その怪しい部屋に行ったらね、なんか積むんだよね、毎回。積むっていうよりかは、なんか、なんて言うんだろう。なんか先に進めれないというか、なんかそういう感じになっちゃうんだよね。これ5階やないかい。さ、4階にしっかりと降りまして、これ空いてる部屋があるの、1個だけ。しかもね、まさか不吉の403号室、404じゃないんかーいって突っ込み入れたいんだけど、なぜか404号室ないんだよね、この部屋。さ、失礼しますと。で、ここに見て、冷蔵庫の写真が、大量発生してるの。これ完全にヤバミザワ。で、なんか、ここに墨汁があったり、多分ね、畳の上で習字の勉強してて、こぼして多分管理人さんにぶち怒られたんだわ。で、ここ見て。あ、じゃあこっちはない。こっちか。ここのね、オープンクローズがね、これ開かないんだよね、全然。で、ここ開かなくて変だなっていう話をしてて、攻略見てきたんだけど、攻略見てもよく開かなかった。なんかここにある花壇を落としてた。ここにある花壇。グッバイ宣言。あの花壇とグッバイ宣言して、で、開くようになるの？そういうわけでもないんだよね。なんかね、攻略見たんだけど、私、いまいちよくわかんなかったんだよね。で、ドア開いてないし。で、ここで完全に積みましたって言って、動画終わったんですよ、前回。で、ここで、なんか声が聞こえたりしない？あ、聞こえる聞こえる。この声が聞こえたら、ワンチャンドアが開くようになるとか、そういう感じかもしんない。失礼します。末吉くんいますか？いたー！末吉会いたかったー！末吉持つな！末吉を持つな！うわーい！ハッピージャムジャム最高！踊りましょう！いつもの笑顔で！ハッピージャムジャム最高！踊りましょう！こりゃ末吉くんもめちゃめちゃあれだわ！喜んでるに違いないわ！この持ち方するのはね、人間はこういう持ち方するのはね、あのブロリーぐらいなんですよ。ブロリーって知ってる？このね、こうやってね、ベジータを持って画面にボコーンつって、ベジータをぶち殺すね、あのドラゴンボールのキャラがいるんだけど、まあね、ブロリー仕様でこうやって顔面にね、このスエ、なんだったっけ、スエキチ君の顔面これで、ブロリーできるよ。うーん、バシコーン！スエキチの壁バシコーン！これこそホラーゲームの醍醐味。最低はしっかりと。あ、バシコーン。これ、顔面壁に埋めながら行っちゃうのか、お前。勝手に動くじゃねえぞ、ブスがこの野郎。最低はしっかりと。お母さんは確かね、2階の部屋に住んでる人間だったから。さあ、2階に行きましょうか。ここら辺からね、最低はしっかりと。いや、この末吉くんガチ面白いわ。見てこの回転具合。素晴らしいわ、この回転。ダンサーになった方がいいわよ、あんた。やばい。やばい。やばい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 。これどういうこと？これどういうこと？これどういうこと？どういうこと？
やばいって、これやばそうじゃない？これやばそうじゃない？あー、助けて、たけし！たけし？これ大丈夫？お前、ドン来んなよ、マジで。ドン小西だけはやめえよ。うわ、やばそう。あたしのトラック、え？こんなとこに、壁なかったんだけど。え？あたしのトラック、こんなとこに。音が怖い！音が怖いんじゃ。音だけが怖いんじゃ。音で脅かしてくな。うわ、1万円あるやったー。パチンコ行こ、パチンコ。うわ、増えてるし、最悪。めっちゃモテる人間になってる。最初1個ずつしかモテなかったのに、めちゃめちゃモテれるようになってる。え、どうしよう。どうすればいい感じ。お札めっちゃ回すやんけ。めちゃめちゃ回すやん。206401305202502。え、どうしよう。え、これまた全部届けんの？だるすぎだろ、このゲーム。ホラーゲーム要素ないじゃない、全然。え、どうしよう。1万円札は、まあ、とりあえず私がもらうとして、とりあえず5025、え、これ、はしご使っていく系 YouTuber？ めんどくせたらありゃしないわね。502までどうやっていこうか。まあ、適当に言ったらどうにかいけるでしょ。そういうゲームなのよ。さ、待って、一応持っていく、一応見ていこうか。いや、大丈夫か。うん、何、登れないんだけど。あ、なるほどね。タップしたら登れる感じね。待って、20何本に荷物なった気がするんだけど。順番よく行こう。ほら、20にあった。なーい！壁があるんじゃ。20さ、とりあえず登ってみよう。登るだけ登ることが大事よ。さ、30何本ない？ 30、305あるやん。303 302 305はなしえチャンネルと。いや、めんどくせえな、このゲーム、マジで。ああ、何度でも言ってやるよ。めんどくせえな、このゲーム。石があるんじゃ、こんなとこに。普通ねえぞ、アポルメントには、こんなでかい石。401届けれる。401は届けれる。あいつじゃん、401って。お前、届けれんやんけ。なんじゃい、このでかいキノコじゃねえ、岩は。気色悪いな。どうしましょう、タイム。まあ、とりあえず、これ、50何本いけるんじゃね？え、まさかの501から届けていくスタイル。非効率的すぎでしょ。501はどこにあったっけな。502か。503。え、502もなしえチャンネルやん。え、だるすぎん？え、あたしやり直しさては。505。506。めんどくせえ。ガチだるに、だるせえにょ。いや、マジでめんどくさい。これ一回4階に降りて、岩を越えて、ワンチャンなんか401か。401はないんだよね。え、めんどくさすぎじゃない？これ。だいぶめんどくさいんだけど。305。あ、305届けれそう。306。305を届けるには、あそこのはしごに登らないといけない。なるほど。あそこのはしごに登らないといけないから、これに登ったら305いけるんじゃない？とりあえず1個でもいいからね、届けてみたい。あ、来た来た、305。え、もうだるいてー！それはだるいてー！あ、日誌 B だ。305のアリサさんは学生さんバイトもしてて頑張り屋さんで応援したいと思ってる。初めてすれ違ったから挨拶をしないと思って言ったら、ストーカー？怖って言ってた。周りには誰もいなかった。僕のこと、ストーカーなんてこと、スコータタバタラツチャブリタヤリ。疑われたってこと？アリサさんの部屋に失礼します。できないか。クソタレが。ちょっとぐらい見せなさいよ。次が206かな。206ちょっとめんどくせえな。あ、でもこっち側行けれねえか。これ降りてこう行ってこう行ったらいけるな。降りよう、じゃあ。一旦降りて、10なんぼなかったっけ？10なんぼ。いや、10なんぼはないんか。オッケーオッケー。覚えた覚えた覚えた。適当に行っても案外いけるじゃない、こういうゲームって。で、ここ行って、ここ何なんぼっけ？3だろ？で、40なんぼにこっちで行けるはず。4061か。401？こっち側じゃないね。あ、これ2だ。206、ほらあった206。206ここでしょ。来た！また西！
じゃない。夜に、うん、夜に206号室の竹雄さんが段ボールを運んでいったって手伝いましょうかって言ったんだけど、トロイお前が何を手伝うんだよ。手伝う暇があるなら生活保護なんかもらってんじゃねえよ。社会のお荷物があって、僕周りからそんな風に思われてるのかな。それは言い過ぎだわこの家。ちょっと失礼しま、できないか。次が5020204401、端っこ系 YouTuber だな。端っこ系 YouTuber は、あ、間違えた、登っちゃった。端っこ系 YouTuber は多分ね、一回降りないと無理な気がするんだよね。降りれないチャンネル？やば。ここだけめっちゃ音する。ほいーおい。401号室当て。401号室いけれそう。あ、いけれないんだか、401号室、こいつのせいで。いやー、難しいな。202号室。3かこっち。524があるのか。オッケー。さ、202号室に着きました。皆さん、202号室着きました。ピンポーン。うわ、今度低いとこに西がある。え、なにこれ、ディアンボール。あ、あれだ、202号室って赤ちゃんが出てきたところってことは、これ赤ちゃんの日記じゃない。赤ちゃんが歩いてた、とても可愛い。僕は子供が好きだ。あれは205号室のマリコさんのとこの子供だ。マリコさんがこちらに気づくと、同時に子供を抱っこして連れて行ってしまった。悪いものが映るわって。僕はバイキンか何かなの？ひどいことするわね、この住民たち。あのババア態度悪かったものだって。これ私が届けた荷物じゃない？とりあえず40何号室ら辺に行かんといけないよね。さあ、皆さん、502号室に着きました。ピンポーン。まただよ。しかもでかい箱。502号室ってさ、あの可愛い子ちゃんのとこじゃない？あの猫の缶詰をくれた人だよ、絶対。今日は502号室のエリカさんのに猫缶をあげた。自分も犬を飼っているから仲良くできたらと思ってたのに、ほんとキモいって言われたけど、動物好きな人に悪い人はいないはず。キモいは傷ついたけど、ああいう人、可愛い顔してる人なのに、性格が悪かったらダメじゃない。私の段ボールもぶん投げられてるわ。私も寂しいわね。さあ、ラストは401号室。みんなラストだよ、ラスト。401号室。これ多分直で行けるから行ってみよう。401号室で何かが起きる気がする。怖いですね。私も怖いです。ここ、ミチルがいたとこだね、ちなみに。ミチルっていうのは、ボーちゃんの声してる、生意気なガキ。まさかのミチルもここか。401のミチルさんとは年が近いから仲良くなれると思っていたんだけど、部屋から出ている姿を見たことないから401号室を訪ねてみることにした。3回目でやっと出てくれたんだけど、君みたいな人と仲良くする人なんていないと思うよって言ってドアを閉めた。どういう意味？やっぱあいつクソだな。あいつやっぱクソだわ。え、どうしよう、どうしろとこれ。私終わったんですけど、配達。え、また積みましたパターン。ダルセーニョすぎるんだけど。え？これ、どうやって私降りればいい？まあ、普通に降りればいいか。これ、だいぶめんどくさいわね、私降りるの。時飛ばし！皆さん、1階に着きました。1階に着いたんだけど、何か変わったこととかはね、特にはないんだよね。え、これ、私どうすればいいわけ？一体。なんか異世界に飛ばされたんだけど。え、これどうやるって、え、どうすればいいわけ、あたし。え、やること全部やったんだけど、たけしさん。ワンチャントラックの中にまだある？あ、わかった！ 1 万円だ！まだ1万円をおじさんのとこに返してないじゃない。おじさんじゃない、祭司だ。ほら、祭司がいたの忘れてた、あたし。何？エルビール？エルビール？あ、え？エレベーターが使えるようになった。とりあえず見てみよう。朝105号室のゆきちさんが歩いてるのが見えた。祭祀をしてるみたいだし、優しい人なのかと思って足に来たんだけど。弱者がなんだよな。金も持っていない、ただの役立たずなんて見なくない。二度と俺の目の前に現れるな。で、下打ちもしてたし、機嫌が悪かったのかもしれないけど、あんな言い方されると。ありゃ、ぶち殺したくなる顔面してるの。
私でもすごくわかるわ。エレベーター復活してるし。これで異世界から戻れるっちゅうことですかね、私。え、そういうゲーム？とりあえず異世界から戻れるならば。え、何回要素？非常を押してみる？じゃ、とりあえず、どうしよう。5番押してみようかな。あれ、壊れたんぞ、これ。ばあちゃん！ばあちゃん！うちクソびっくりしたんだけど！もう私びっくりしたら覚えちゃうっていう癖がある。うわ、なんかガキ戻ってきたんだけど。え、だってどういう感じの流れだったかしら。とりあえず赤ちゃん連れ戻してきましたよ。え、なに？なになになに？なに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 ？ぶちょ、おいーっつってんだけど。あれ？赤ちゃん、え？おしまいですか？おい！お礼も何もなしかよ！使えないわね、あのクソババあったら。え、なんだったら今さっきの、うぅってなんか来たやつ。あいつ、ぶちクソビビったんだけど。いや、あれはクソビビったわ。私、ホラーゲーやってて2、3番目にビビったわ。一番ビビったのはね、昆布星人。あいつマジでびっくりした。覚えてる？ハッチの昆布星人。あとね、巨人。巨人が多分あれ、結構怖かった。え？わ、最後にちっちゃい荷物がある。この荷物運ぶ？はい。これラストかな？忍者じゃなくてさ、ラストの侍！さ、最後は404号室。え、404号室ってないじゃん。あたし知ってるよ！ 404 号室ないんだよ！なんか暗くなった？このマンション。もっと光ってたよね。私がデリバリーしてる間にみんな寝ちゃったんだわ。404号室か。いや、絶対何かあるよ、404って。でもね、みんな、4ってさ、死を連想させるっていうさ、不吉な言葉のイメージあるじゃん。でも4ってプラスな言葉たくさんあるよ。幸せの 4! 私はね、4が来ても全然構わない。幸せの4なものって言ってるの。みんなもそういうポジティブシンキングになりなさい。そっちの方が人生楽しいわよ。さ、404なんかあったか？ないよ、絶対なかったもん。403、こんなとこ。復活の 404！ まさかの復活してます！いるかな、404号室。お前、幽霊だったらぶち殺すからな、マジで。大丈夫かな？ピンポーン。ちょ、怖いな。怖いな、怖いな。お前、だるいってマジ、この開き方、マジだるいんじゃん！あたし、ガチキ！なんかあるし。もう俺、これ嫌いなんだよね、普通に。こういう感じのやつ。汚い部屋だな、にしても。にしても汚い部屋だわ。なんじゃ、この汚い字。え、あたしはこの汚い部屋で何をしろと？あたし、荷物、運びに来ただけなのに、こんなに和訳そしちゃっていいわけ？あ、冷蔵庫ある。これ写真めっちゃ貼ってたやつじゃない？青生地がいるよ、ここに絶対。なんかやばい。なんかやばそう。なんかやばそう。ばあちゃーん！ばあ！どうしよう。おばあちゃん？これも広告剥がされそうなんだけど。え、大丈夫そ、これ。え、あたしは何をすればいいんですか？あたし、早く帰り、うわ、出た、積みましたパターン。積みましたパターン、また来ました。失礼します。うわ、何？え、こいつあれじゃん！この人あれじゃん！ぬらりひょんじゃねえわ！なだたけひょっこりはんの人じゃない？これ！うわ、ひょっこりはんの人やられちゃったの？あの人地味に可愛くて好きだったのに。え、なに？ブラックアウト？ここの演出のブラックアウトはもう確定演出だよ。これ777揃ってなかったら大変だよ。ランドルール大家さん53歳。え、私大家になった？なんですか、この流れ。
か？最終バトルまで行けますかね？え、めっちゃ金ある。1200万持ってるこの人。えぐ。懐中電灯ゲットした。やったぜ。え、でもさ、汚すぎじゃん。あ、ここどこ？一体ここはどこですか？見た感じこっから出れる？あ、出れる。え？あたし101号室の大家さんになったんだけど急に。どうすればいいんですか？あたしデリバリーしに来ただけなんですけど。なんだこれ。え、トラック？私のトラック？私はでも、あれか、デリバリーマンじゃなくて、大家さんまで昇格して1200万入ってんのか。いや、1200万欲しいな、普通に。え、どうすればいい？私。この部屋じゃ何もできないんだけど、うわ！ポテイトチップスがある！薄塩味だ、しかも！私あんまり薄塩食べない派！コンソメとかあっち系の方が好き。え、何しよう？ 404 号室とりあえず行ってみる？なんか流れ的に404行きそうじゃない？行ってみよう。行ってみよう！三谷じゃなくて、三母さんですからね、みんな。さ、404行ってみよう。なんかあったのかしら？首ちょんぱされてるもんな。さ、404号室にとりあえず行ってみよう。いや、大家さんの仕事も意外に大変ですね。さ、403か。404号室はここですね。うわ、怪しい匂いがプンプンするわ。失礼します。うわ、マジで嫌だ。ガチ嫌なんだけど。何もなければいいんですけどね。何ですか？ビビり散らかした？大家さんも。そりゃびっくりするよね、人の死体なんて見たら。おーやー！おーや死んだ？殺された？歩くの？おっさ、このじじい！祭司まさか。裏切りの祭司？なんだこいつ、スカシピスタン共和国？え？遠藤！まさかの遠藤守る！え、どういうこと？わかんないまま終わっちまったよ！え、なんじゃこのしっくりとこう終わり方は！まだ気になることいっぱいある！大家はどうした？道湯とかああいう奴らはどうだった？一体どうなったんだこのオラゲは！オチがなんかなぁ、しっくりこないなこのゲームは。いやまあなかなか面白かったよ普通に。いやいいね。なんかこれ真相を確かめたいわちょっと私。いやーなんかなぁ、こう。まあちょっとエッチな要素もあってね、このゲームすごく良かったんだけど、まあ全然要素ないんだけどね。いや、悪くはないね。クオリティ的にはすごく高かったし、あの、エスカレーターじゃない、エレベーターに、できたね、なんか、気持ち悪いやつ、あいつもかなりビビったし。いやー、なかなかいいんじゃない？ちょっとね、あの、ホラーゲー初心者の私からしたら、かなり優しめで面白い。え、そういったホラーゲームだったと思いますね、はい。あ、犬が、私の犬と猫が、喧嘩してるわ。ちょ、これどうしよう？鼻噛んでいい？やばくね、こいつ。こいつ見てみんな！大おちんちんで候！かっこよすぎでしょ、名前！私もこの名前で YouTube 活動始めればよかった。大おちんちんで候！かっこいい。待って、ちんちんでかくて候！最後まで見てくれてありがとう、マドモアゼル。Twitter、Instagram もフォローよろしくな。最後に言いたいことがあるんだ。聞いてくれ。君の瞳に。Hey guys!